YMCA 創設者、ジョージ・ウィリアムズ・キリスト教青年会、通称 YMCA は、キリスト教主義に立ち、教育、スポーツ、福祉、文化などの分野で様々な事業を展開する、150年以上の歴史を持つ、世界的な組織である。世界的には YMCA が、通用名である。活動理念の根幹に、キリスト教精神を据えているが、ボランティア及び、 プログラムの参加者の進行を規定してはいない。日本では1880年に初めて東京に YMCA が設立されて以来全国の主要な都市、大学に YMCA の活動拠点がある。1844年6月6日にジョージ・ウィリアムズら教派をことにする12名のキリスト教青年によってイギリス・ロンドンでキリスト者に限らず 青年層に対する啓蒙及び生活改善事業のための奉仕組織として創立された。その後、活動の輪はヨーロッパ及びアメリカの各地へ広がり、1848年から1852年にかけてエルベルフェルト、モントリオール、ボストン、アムステルダム、パリ、ニューヨーク、ワシントン、ジュネーブに相次いで YMCA が創立された。 ジュネーブ YMCA を創立し、後に赤十字社を創設することになるアンリ・デュナンが中心となり、1855年にはパリで初めての世界 YMCA 大会が開かれ、世界 YMCA 同盟が結成され、パリ基準が採択された。同盟の本部はジュネーブに置かれている。日本では1880年に最初の YMCA が東京に設立された。 ボランティア活動や、キャンまた、日本でも、初めて体育館と、室内プールを開設したのは、YMCA であり、英語教育においてもパイオニア的な役割を果たした。現在、120以上の国で活動しており、各地の YMCA は、本部、支部の関係ではなく、独立した組織であり、それらが、国内同盟、世界同盟に加盟する組織形態を持つ。 日本には公益財団法人日本 YMCA 同盟のほか、それに加盟する形で東京 YMCA など全国の主要都市に YMCA が置かれている。また、旧、帝大をはじめとする大学では学生 YMCA が活動している。2014年6月時点で日本 YMCA 同盟には全国35都市にある都市 YMCA 及び 37の大学、高校にある学生 YMCA が加盟している。1880年5月8日、青年牧師有志により、日本で最初の YMCA として東京 YMCA が発足した。その際、初代会長に就任した尾崎高堂がヤングメンに青年の分けを当て、ヤングメンズクリスチャンアソシエーションをキリスト共青年会と約出した。 これが青年という語の発祥とされる。東京 YMCA 初代会長、尾崎行動課記の大学では、学生 YMCA による自治療が設置されている。ありがとうございます。